永遠平和条約もしくは、クジムフトフスキ条約は、1686年5月6日に、モスクワにおいて、ロシアツァーリ国と、ポーランドリトアニア共和国との間に締結された、ウクライナのコサック国家を分割する、国際条約である。同年2月から行われた平和交渉の成果となった。ポーランド王ン三世とロシアの摂政ソフィア、アレクセイブナとの間で締結された。 ポーランド・リトアニア側の署名者は、ポズナン県の知事クシシュトフ・グジムフトフスキ、並びに、リトアニアの最小マルツヤン・オギニスキ。ロシア側の署名者は、施設省の長官、バシーリー・ゴリツイン。条約は、ロシア・ポーランド戦争を終結させ、オスマン帝国によるウクライナへの進出を防止する手段となった。永遠平和条約は、1667年の アンドルソボ条約に基づいて編集され、33箇条から構成された。主な項目は以下のようなものであった。永遠平和条約は、ロシアとポーランドの同盟を形成させ、東ヨーロッパにおけるイスラム勢力の排除の原動力となった。条約はロシアにとって有利であったため、ポーランドにおいても条約に不満を持つ人が多く、条約の批准は1710年に行われた。 一方、コサックのウクライナにおいて条約が反ポーランド、反ロシアの思想の種となり、イヴァン・サモイロービチ将軍をはじめとする親ロシア派の政治家でさえロシアを非難した。ABCDEFGHIJK2003、584から585。ありがとうございます。